体操。体操は、当庁の第二代皇帝。高素離縁の次男で、離縁と共に、当庁の創建者とされる。随末の混乱期に離縁と共に、大元で拒兵し、長安を都と定めて、党を建国した。体操は主に軍を率いて、各地を転戦して、軍友を平定し、626年に、クーデターの元部門の変にいて、 皇太子の利権勢を打倒して皇帝に即位し、軍有勢力を平定して天下を統一した。優れた政治力を見せ、広い人材登用で完成を整えるなど諸制度を整えて、当朝の基盤を確立し、上岸の地と呼ばれる太平の世を築いた。対外的には、東、突欠を撃破して、西北の遊牧民の主張から天下岸の称号を送られた。 騎兵戦術を使った武力において卓越し、文字にも力を入れるなど、文武の徳を備え、中国史上有数の名君の一人と称えられる。598年に、武功圏で当時随長の登校で、妖大の母方のいとこにあたる父、李燕と、ウブニに安氏、北州の子祖の孫にあたる母、当時の子として生まれた。四歳の頃、李燕を、ある書生が訪れた際にこの子を見て、 劉邦の姿、天日の表、その年期間必ずの再生安民、劉や鳳王の姿を有し、成人後は世の中を治めて、民衆を安心させるだろうと言った。そのため生民という意味名がついたという。十六歳の時、隋の陽代が元門において、突決に包囲されると、李生民は雲帝京の下で従軍し、陽代救出に尽力した。 また、リエンが、儀当時、アレキサンダー妃の方以下に置かれた時は、ケーキを率いて救援した。617年、大行十三年、李縁が、大元で騎兵すると、李政民は、右両軍大統督、遁公軍校となって、長安に向けて進軍した。総労政を撃破し、長安を平定すると、新国校に封ぜられた。618年、義年二2年1月、 右元帥となり、3月には、朝国公に改め封された。同618年、武徳元年5月、党が建てられ、朝廷の李建成が立体死されるとともに、李政民は6月に親王に封ぜられ、少書霊に認じられている。当庁では、即位前の李政民が少書霊に認じられたため、皇帝の前職に進化を就任させることを忌避し、滅亡まで少書霊は、 結員となった。李世民は武将として優れた才能を発揮し、節費としたかし、劉武宗、王世重、東建徳、劉黒達といった随末当初に拡挙した軍友を平定するのに、中心的役割を果たした。621年、武徳四年、李縁は李世民の功績の高さから前代よりの官位では足りないとし、天根作上将の称号を、 王公の上に徳を消して、李世民に与えた。同年、文科省に、修文官、大操の即位後に、公文官に、改名が置かれた。李建成と李世民は、次第に対立し、李建成は李縁に訴えて、李世民の防止である、防言令と、途術ごもりを遠ざけるなどの対抗策を取り、李世民の追い落としを図った。それを事前に察知して、身の危険を感じた。 李生民は二人と密かに連絡し、626年、武徳九年六月、長安宮廷の玄部門で、李建成と弟の李元吉を殺害した玄部門の変。この政変により、李縁は8月に李生民に上位し、事態の収拾を図った。即位して、長孫氏を皇后に立てた大僧は、その直後に和議を結んでいた、特決の信仰を受けた。 旧当女などの司書によれば、怒りに任せた体操はわずか六機を伴い、遺水に不人した特決軍の前に立ち、特決の協定違反を責めた。その態度に恐れをなした特決は党から引き上げたと記録されているが、これは体操の勇猛さを誇張した内容であり、体操を追った党軍との対決を避けて撤退したとも、または特決に対し貢ぎ物を送り撤退を依頼したとも言われている。 この事件はもしくは、伊水の片付けなと呼ばれる。627年、元号を上岸と改言した。暴言で、都女会の二人を任用し政治に取り組み、県政の幕下から議長を登用して、自らに対しての歓迎を行わせ、常に自らを立するように努めた。不益、刑罰の軽減、賛成六部制の整備などを行い、軍事面においても、兵の訓練を自ら視察し、 成績優秀者には報奨を与えたため、当軍の軍事力は強力になった。これらの施策により、随末からの長い戦乱の傷跡も徐々に回復し、当の国勢は急速に高まることとなった。629年、上岸3年、充実した国力を背景に、特決討伐を実施する。リーサを理性を投用して出兵し、630年、上岸4年には、 特決の決利加岩を捕虜とした。これにより特決は崩壊し、西北方の遊牧諸部族が、当朝の支配下に入ることとなった。族長たちは、長安に集結し、大層に天下岩の称号を、捧ぐえする。天下岩は、北方遊牧民族の君主である加岩より、さらに上位の君主を意味する称号であり、当の皇帝は、中華の天使であると同時に、 国宝民族の主張としての地位も獲得することとなった。さらに640年、上岸14年、西域の交渉国を滅亡させ、西域交易の重要拠点のこの地を直轄領とした。文化的にも、それまでまとめられていた、新条、領書、陳書、宗書、随所の聖書を変算させ、特に新女の王義視点では自ら注釈を行った。また645年、 上岸19年には玄状がインドより仏教典を持ち帰っており、体操は玄状を支援して、寛役を行わせている。これらの充実した政策により、体操の知性を上岸の地と称し、後世で理想の政治が行われた時代と評価された。旧、当時では、家々は泥棒がいなくなったため、閉じまりをしなくなり、 旅人は旅行先で支給してもらえるため旅に食料を持たなくなったと書かれている。後世、大層と進化たちの問答が上岸西洋として編纂されている。大層の晩年には立大使問題が発生した。当初立大使されたのは、長子の李正衣類であったが、大層は弟の義王李康氏を偏愛していた。このことが皇大使の気候につながり、 最後は無本を企てたとして敗された。義王も、法党を組んでいて、不適格だとして、皇后の兄である、朝尊無期の遺行により、最も凡庸な理をさむ、後の皇祖を皇太子としたが、この立太子問題が、後の不足点の対等の要因となることとなった。644年、上岸18年、高栗衛遠征、等の高栗出兵が行われるが失敗に終わり、 それから5年後の649年、上元23年に崩御した。崩御後に死亡として、文法帝が送られたが、674年、上元元年、構想により、文部政皇帝に改められ、さらに749年、天保八年、幻想により、再度文部大政皇帝に変更、そして754年、天保十三年に、幻想により、 文武大聖大高校皇帝と再度改められている。体操は、濃筆家としても知られ、進化にも、初等の会所を完成させた書の大家を登用するなど、書に対する関心が強かった。また、書生と謳われる、王義氏の神筆に対して、異常なまでの終身ぶりを見せていたことも有名である。王義氏の子孫にあたるともえという僧が持っていた、蘭定書の新筆を手に入れ、 それを死後に少量に収めさせたと伝えられている。随末当初の混乱から国土を回復させ、後の唐の土台を築く知性を行ったこと、唐の領土を広げ、北方移民族の脅威を長期にわたって取り除いたこと、兄の利権生に自身の殺害を進言した議長の命を受け、彼をはじめとする部下たちの還元をよく聞き入れたことなどから、中国史上でも、 有数の名君と称えられる。一方で、即位に関して、敵対関係にあった兄の利権生や弟のり元吉への対抗策で、原部門の変を起こし、彼らを殺害していることが非難される場合もある。また、体操実録の変者であった元系装は、賄賂により筆を曲げたと両当時のつてにあり、体操に関する記録のすべてが信用できるとは、限らない。 李性民が新王となった時、文学館を建て、建才を招平した。途上都守、暴言令、嬉し、安し、蘇、余長、陽子連、節治む、領、陸の明、光栄公李玄道、李守祖、愚性南、祭飲行、元宗寺、元慶宗、節玄慶、二分たち、卒議への十八人を学士とした。俗に、新王府十八学士とも言われている。 六百四十三年、上岸十七年、大層は自らと共に、中国統一に功績のあった、行進十四名を忍んで、両縁閣という建物に、行進たちの絵を画家である、縁立本に描かせた。名を挙げた順については、当時の行進の序列を反映したものとなっている。俗西のげ煙閣十四行進とも言われている。二十四行進、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。